なんかこうゆったり構えれるようになるっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。うん、肩幅が予想以上に広くて物ぶっ壊すとか予想以上っていきなりでかくなったりとかないのに。それは分かります。あ、分かります。肩幅が予想以上に広くて、自動ドアにぶつかります。ああ、なるほど。自分の歩くスピードと開くスピードが予想と違くて、ガーンってぶつかります。肩幅のせいなんですか、それは。なんかせっかちだから。で、さっきからちょっとなんか流して聞いてたんですけど、肩幅が予想以上に広くてって日本があんまおかしい。予想も何もないですよ。いきなり出てくる。見計らう計算を間違えて。間違えて。ああ、そういうことですよね。その辺はそうです。このぐらい開いてれば自分通れると思ってる場所に通れないっていう。ああ、確かに言い方悪いですけど、ちょっと身の程分かってないって感じですね。すごいですね、どんどん出てきます。でもこれはちょっと聞きたいですけど、なんか前話したかどうかは分かんないんですけど、トイレでお尻拭こうってどうですか？なんか私は昔は後ろで拭いてたんですけど、ある時期から前になったんですよ。そんな惹かれるのはちょっとなしただね、これも、まあ、難しいところですよね。お尻の拭き方ってなんか親から教わってるものなのかみたいなところもあるし、多分最初やった時にやりやすいことやってるんですかね。お尻拭く話は広がらないから使いにくいですよ。そうそう、何の意識もしないですよね、全員。いや、そうですよね。そうだ。そう。ちょっとね、今 YouTube 見てる皆さん、今自分どっちだっけもしかしたら変わってる可能性もあります。自分の振り方のルーツを探してるのもあるかもしれない。そうですね。あるかもしれない。で、周りの人とちょっと言い合いとしたら楽しいかもしれませんね。さあ、続いてはですね、筋トレの話とか、いろいろ聞いてみましょうか。でちなみに芳賀さん、さっきデッドリフトを、まあ、年内300という話だったんですけど、今だと何キロぐらい引けるんですか？ベストが280を3発と290を1発引いたことがあるくらい。ああ、でもすごいですかね。それ引いた時って、それはそもそも背中のトレーニングとしてやっている中でなんですか、デッドリフトは。そうですね、なんかデッドリフト背中って言うんですけど、まあ、僕の場合はもう聞いてる聞いてない以前にリフティングを楽しむっていう、上げることを楽しむっていう感じでやってます。でも正直背中とは言うけどよくわかんないです。めっちゃ背中的にはやってるんですけどまあ、上げることを楽しんでます。でもなんかビッグ3とかに関しては、でもその狙ってる筋肉云々よりも、でもその感覚の方が大事なのかなっていうのはあるかもしれないですね。ビッグ3で言うと、やっぱこの中で多分一番熱く語れるのは多分サイさんですね。いやいや、そんなその感覚っていうのはいかがですか？でも同じですね。やっぱりそうなんですね。まあ一応なんかそのビッグ3を派生させる種目もやるんですけど、定期的にとても考えないで重さをちょっと確認する日とかもあります。なるほど。ぶち上げてやりたいみたいな感じですね。東さんは確かデッドリフトは今入れてないんでしたっけ？やれてなくて、今週久々にやりました。本当ですか？久々にやりました。どうでしたそれ？なんか扱う重量とか機器とかでいうといかがでしたか？100キロって10発でした。でもね、久々にやるとびっくりするぐらいモテないですよね。いや、もともとモテなかったんですけど。そうなんですね。もともと今まででも扱っても200が一発とかのくらいで、デッドリフトはもう、ここ3、4年でトレーニングしたの10回、15回くらいしかデッドリフトやってなくて。そうなんですね。だから、まあでも、腰をだいぶ言い訳にしてたかなっていうのがあって、やっぱり脊柱起立筋、奥から厚みを出してあげるのも大切かなっていう、だから重量とか気にせずに80キロぐらいでトレーニング、ちょっと最後の種目でもいいんで、デッドリフトを入れてみようかなと思ってます。効きとしてはいい感じでした。よかったですね。そう、よかったです。まあ久しぶりにやったっていうのもあると思うんですけど、よかったです。榎本さん、ビッグ3、デッドリフト含めビッグ3についていかがですか？東さんと同じでデッドリフトは重量やめてからやらなくなっちゃいました。そうですか。か足のトレーニングとかって結構増量期とか50をやってたので、その時になんか腰の疲労とか出ちゃうとあれだなと思って、腰回復させるために背中ちょっとやらないと。ああ、そういうことです。ストリフトって入れるタイミングってちょっと難しいですか？いや、そうですね。ああ、腰の疲労感。そうですね。スクワットとベンチプレスもあるし、だってスクワットした次の日にやっちゃうのってすごいですね。やっぱ違いますね。いや、そう、なんかやっぱりね、本当違いますよね。で、それはもうスクワットでバチバチにその疲労が入ってる中でもやっぱりぶち上げたいからっていう感じなんですか？そうです。まあスクワットってそこまで疲労残んない。確かに、まあ、確かにやってる最中は辛いんですけど、寝ちゃうと取れる。寝ちゃうとって感じですね。なんかすごいシンプルですけど、確かにそれある。まあ若さゆえかもまだわかんないですけど、やっぱ私今3分割でやってて、あ、そうですね。でスクワット週に2回やる時もあれば、デッドリフトもそれに加えて。やったりとか結構高頻度でやるんですけど。あ、なるほど。3分割だから、その3分割でトレーニングを週に3回するわけではなくて、2回回す感じの3分割って。もうロニー・コールマンみたいになっちゃってます。いや、本当ですよね。そうそうそう。頻度をどんどん上げる感じとかね、はい、すごいですね。で、さっきの話だと東さんで言うと背中の種目としては今はまた入れ始めてる。スティッフレッグとかルーマニアンデッドはハムストリングの種目としては明らかに行っています。ああ、けども別種目というか、そうですね、位置づけは変えてる感じですね。で、榎本さんも今はやってないけど、入れるとしたらでも背中が何ですかね。脊柱鍛えるのがデッドいいかもしれない。ああ、そうか。じゃあ今後また再チャレンジというか入れる可能性はなくはないかな。そう、全く入れないっていう手はないです。こちらもスティフレッグの中でも、あ、そうか、材料を大体持ったりしてる。スティフレッグどれくらい持つんですか？いや、でも俺、全面140、60くらいで。そういう数字をパッと言っちゃいますね。なんか化け物みたいですよね。サイさんはデッドリフトは背中。そのボディメイク、系のトレーニングっていう意味では両方入れます。背中の日も足の日もデッドに入れてます。ただ床向きではなく、ハーフデッドのマリンのステップでフルであります。デッドリフトってひとくくりですけど、やっぱりその狙う目的に関してかなり多岐にわたってるのかな。ベンチプレスとかなんかでも胸がかなりそのウェイト大きいですけど、バリエーションが多いウェイトっていうのがありますよね。そうですね、自分もダンベルのトップサイドデッドとかは結構背中の日になります。あ、そうですか。なんかデッドリフトっていう単語はなんか自分たちからするとその床からバーベル引き上げるっていうイメージがあって、ああ、なるほどなるほど。それ以外だと割とやってるかもしれないですね、自分は。そうですね、トップサイドデッドとか、ダンベルデッドとかは時々やります。ああ、そういうこと。床から引くのが本当に10回15回ここ3、4年間でしかやってないっていう感じです。そういうことか。床引きありっていう考え方、それもね、なんか、話を聞けば、なんかすごく腑には落ちますね。